こんにちは、速稼塾の久保です。今日は9月13日ですよね。月曜日になりましたけども、まだ全然相場動いている時間ではありません。時間にして深夜の3時40分です。あと5時間ぐらいは相場動きませんので、まあ、今のうちにね、先週の振り返りと今週の方針をちょっとね、見ていこうかと思います。それでは画面を切り替えていくんですけども、その前にね、先週までどうだったかってことなんですけども、先週はまあ巨大利益が取れましたよってことでね、一括りにさせていただきましたけども、まあ横ばいに入るところからね、大きく上に触れて下に行くみたいな流れが、あの例のプライスポイントを2つ明確にしたことによって、上に行っても下に行ってもしっかりと取れていたんではないかなと思います。まあそんな痕跡の残るね、今週のチャートになってますけども、じゃあこれからどう行くかってことなんですよ。これから上昇する勢いっていうのが徐々に押さえつけられていって、一旦上に上がったんだけども、ここからね、下に大きく下がることが考えられるんですよね。それは先週も方針として申し上げましたけども、まあ、本格的に売りの流れがね、大きく、太く、長く迫っていく。そんな日が、まあ、いつ来るかなってところなんですが、それまではね、横ばい、小康状態は続くんではないかなっていうのが、まあ、大型の見方でございます。じゃあ画面を切り替えてその辺を説明していきます。こちらどうぞ。週が変わりましたので、週足を見ていくんですけども、大きく、この週足はですね、こういう風にできています。左の方から行くと、ドーンと下がって、上がって、まあ、ここでも下がったんですけども、すぐに回復してきて、ここまでぐっと下がりましたよね。そして、エリオット波動っていうのを覚えてますかね。あれを描きながらここまで行ったんですけども、エリオット波動の二つ目は作らずに、現在、下の方に向かったのが押さえつけられて、ちょっと上の方に向かったかなってことですよね。で、ここから移動平均線を見るんですけども、十分上の方に開いたものが進んできたんですけども、これが押さえつけられてですね、今縮もうとしてるんですよ。まあ、ですんで、倍の方で大きく狙うのはちょっと考えものかなと。そして上髭をかなりね、ここで連続して出してます。下髭の方はまあほとんど出てませんので、上に行く流れはもう完全に押さえつけられたかなってことですよね。ここから横ばいからセルの方に向かう。まあ、そんなね、第3週に入ってくるんではないかなと思いますね。で、デイリーの方に目を向けてみますと、まあこういう風になってるんですけども、こういう風に右肩上がりの流れが下の方に行ったかなと思いましたけども、横ばいに入ったってところですよね。これを先週までこういう風に申し上げてました。まあ上底はね、こういう風に横一線になってるんですけども、下底の方に行きましては、広がって、縮んでいくと。ね。で、今、横ばいの方に入りましたので、横ばいのレンジってのを決めなくてはなりません。それがね、大体このあたりではないかな、というふうに見えてきたんですよね。それが4時間で、さらに明確になってきています。これが4時間ですけどもね、ここまで来ると、レンジってのはどういうふうに引けるかっていうと、大体こんな感じで引けるんじゃないかなと思うんですよね。だから上にはもうちょっとね、行きづらいところがありますんで、横ばいに入りつつセルの方向に行くんではなかろうかっていうのが大方の見方です。で、黄色い枠がついてますよね。この辺は1時間で説明します。この黄色いね、枠っていうのは前回引かせてもらったんですけども、まずはこちらの方を説明しますね。こちらの方は、ブレイクするかどうかっていうところだったです。一旦ここの下のブレイクで、大きくセルの方を見たんですけども、すぐ戻ってきちゃったんで、ここではロスカットを食らいました。で、今度は上の方に抜けていったんで、こういう風に解釈したんですよね。下に触れて勢いをつけた後で、上の方に大きく流れるんではなかろうかと思ったら、やっぱりこう弾みをつけてね、ドカンドカンと N を描きながら、ここまで上昇していきましたよってことになりました。そしてここで転換。つまり、110円の420というふうに申し上げましたよね。そこで今度は大きく下に転換されますよ。ということで、ダブルトップ気味に勢いをつけて、下がっていったと。そしてそこからですね、例の、このレンジが生きてくるわけなんですけども、ここを突破して、下に大きく触れて、で、力点が下に黄色いのが、もうあらかじめ引いてましたんでね。ここに触れて反応して上の方に行って、箱の中のレンジに戻ったって感じです。箱の中のレンジね。で、こっから上に進む勢いっていうのはもうなくなりましたんで、
下の方、セルの方に向かっていくというふうに考えているのが、まあ、今週の動きですね。まあ、ですんで、セルのブレイクをやっぱりここで狙っていこうかなってことですよね。この価格を決めるために、まあ、月曜日、本日とね、明日を使っていけるんではないかなっていうところでございます。まあ、でも基本的には同じですよね。まあ、前回と同じような価格で攻めていけばいいんじゃなかろうかと思いますけどもね。まあ、そんなところですかね。はい、方針は、以上のように私の方は固まりました。もちろん、月曜日、火曜日の値動きを見て、方針の変更は大いにありえますけども、その変更がなければ、今お話した通りに、まあ、上の方には向かわないよと、横ばいから下に向かうんだよ、っていう形で、大型は捉えております。あと、細かい点はですね、1時間でどこでエントリーするかっていうのは、プライスポイントをこれから決めていくってことになります。まあ、ここまで明確になっていれば、あとはやることは限られてきますので、作戦を立てやすいかなというところですね。はい、じゃあ、今週もよろしくお願いします。先週はお疲れ様でした。まあ、たくさんの利益を取った方、本当おめでとうございます。まあ、先週はね、あそこまで価格を明確にしていると、簡単だったかなってことですよね。まあ、あそこまで価格が明確にならないから、苦しいんですよね。今週はまだ明確になっていません。ただ、先週と同じ価格を使っていきますからね。よくその辺を思い出してみてください。それでは本日は以上です。